今年も1年、さまざまな歴史と魅力を調査してきた若市調査隊ですが、今日が今年ラストの放送です。そこで1年の締めくくりにふさわしいある場所へ。訪れたのは大阪から車で1時間、神戸市長田区。今日の調査対象ですが、はい、ズバリここに看板が出てますね。鷹取神社統廃口、ね、はい、実はこの鷹取神社はですね、神戸でも有数の絶景の神社と、絶景言われてまして、はい、今年も終わりまして新年迎えますが、初日の出にもふさわしい場所だと。皆さんは鷹取神社をご存知でしょうか。標高328メートルの鷹取山の頂上にある神社は1800年以上の長い歴史があり、毎日山を登って多くの参拝客が訪れます。その鷹取神社には登山の疲れも吹き飛ぶ絶景が。振り返って、あうわ、素晴らしいですよ。これはすごい。そして鷹取山を含む神戸市には毎日登山と呼ばれる習慣がありました。2820回登ると思ったら52、3年はかかりますよ。今日の若い地調査隊は1800年の歴史を誇る絶景の神社、鷹取神社を徹底調査します。鷹取神社の統廃口から本殿までは歩いておよそ1時間。神戸市は六甲の山々と瀬戸内海に挟まれた自然豊かな地形ですが、中でも長田区は坂道や階段が多く、その特徴が特に現れている町です。統廃口から鷹取山の入り口まで向かう道も坂が続きます。さあ、住宅街をちょっと抜けましてね、ここから登山道らしくなっていきますが、鳥居が出てまいりました。はい、ここでちょっとお参りしていきたいと思いますが、はい、ここにもですね、いろんな神様がかなり自由に祀られています。ここだけでももう20近い神様が祀られているんだと思いますけど、ね、そんなにですか。鷹取山にはですね、合わせて300柱を超える多様な神様がいろんな場所にお祀りされているんです。こちらの鷹取神社でお祭りされているのは、まあ、二柱の神様、国ゆるり神話で有名なね、竹三日月の御事って、もうお一方が豊受姫の御事というね、伊勢神宮でもお祭りされている。この豊受彦の御事というのは食べ物を司る神様です。はい、そのことからですね、稲荷大明神とこうオーバーラップして、はい、民間で信仰されているような歴史がありましてね、その結果こちらの鷹取神社ではですね、その稲荷信仰が昔から根付いているんです。はい、まずはこちらでこの登山の安全を祈ります。さあ、ここからですね、どんどん登っていきます。ああ、自然の中を歩いていく感じですね。そうそうそう、しばらくこういう道が続きます。この辺はね、自然保護地域に近いエリアになってますので、自然がかなり豊かに残ってます。景色を見ながら、ええ、登っていくの楽しいかもしれないですね。鷹取山ってのはこれ、六甲山系になるんですか。もちろんそうです。六甲山系の一つの山筋になります。この神戸の町では明治時代から毎日登山という生活文化が根付いてましてね、はい、六甲山系の、まあ、低い山に毎日、登って、はい、まあ、それで、健康維持に努めるというようなね、はい、文化があるんです。出発点はね、神戸の港が開港されて、はい、たくさん外国人が神戸に住むようになりますね。居留地にね、はい、北野の異人館街みたいなものができますけども、そういうところに住み出した外国人の方がですね、ヨーロッパの文化では健康維持のために、近くの山に登るというのが伝統としてあるということで、それをまあ日本に来てこの神戸の六甲山系でもやってましてね、この外国人の習慣が地元の日本人にも伝わり、神戸の六甲山系全域で毎日登山の習慣が広がりました。神戸市では現在2000人を超える方が毎日登山を行っているそうです。
だからこの六甲山系というのはまさに日本の近代登山の出発点なんですけども、その近代登山の歴史の中で日本を代表する有名な登山家で加藤文太郎さんというね、天才登山家がいましてね、大正期から昭和の初めに活躍した有名登山家です。夜間高校に通いながら、そして登山を始めて、それまで単独校としては人が登ったことないような、そういうとこまで登りましてね。チームを組んで登るのが常識だった中で、加藤文太郎は冬の日本アルプス、北アルプスを単独で登り切り、登山界にとっての快挙を成し遂げました。その方がでずっと、神戸に住んでて、ここを毎日登っておられたんです。加藤文太郎を育てたのはこの高取山やというようなね、ことを言う方もおられます。加藤文太郎の生涯を綴った小説にも冒頭にこの高取山が登場します。そして調査隊は現在高取山を4割ほど登ったこの辺り。さあ、ここからは石段になりますけども、ちょっと井倉さん、こちらご覧ください。はい、こちらね、神戸ひよこ登山会高取支部、はい、復活20周年記念、昭和50年で復活20周年ですからね。だからこちらはですね、神戸高取登山会創立28周年、こういうですね、山筋でそういうグループができてて、はい、それの連合会みたいなのもあってですね、毎日2000数百人の方がすごい朝登っておられる。すごいですね。さらに登山客のためにこんな場所も、そしてこちらにね、茶店が出てきました。最盛期にはこの高取山全体で10軒ぐらいの、茶屋があったと言われてます。ここを書いてますでしょ、高取山登山署名所っていうね、だからこの茶店が一種の署名所になって、ここで登山記録を残していくとかね。もう本当に休憩しながらゆっくり登る方もいらっしゃるということですか。朝早く、毎日登山で山に登って、この茶店で、一服すると、はい、茶店の他にもラジオ体操の会場など登山道には集う場所があり、毎日登山の方々の憩いの場となっています。なんかここ登ってると季節の変化を感じられて、あ、それは本当にそうですね。今は紅葉の終わりですしね、こちらもね、なかなか立派なお社ですけど、こういうのが至る所にあります。さらに登り続けること15分、ちょっとここで休憩しましょうか。はい、若井さん、この山の下に駅あったじゃないですか、はい、高取駅。ああ、高取駅ありますね、はい、でここ高取山ですよね、はいはい、高取っていう、名前同じなんですけど、字が違うんですけど、確かに確かに、ね、あれなんでなんですかね。一番古い地元の民話ではね、大昔にね、洪水が発生して、洪水というか多分津波だったと思うんですが、この山が津波で浸かってしまったと、で水が引いてから、この山の至る所の木にですね、タコがぶら下がってたと、でみんなそれを取りに来たというんで、タコを取る山ね、タコ取り山、それが高取山になったというような、そう、いやいや、民話チックな伝承もありますし、もう一つはこの山、自然が豊かなんで、タカが巣を作ってたと、で昔高翔とかね、タカを取りに来たと、そこからタカを取る山、高取さんとのは生まれたと、諸説いろいろあるんですよ、逆にいろんな説があった方が面白いですね。面白いですね。私一番好きなのはやっぱりね、あのタコが木にいっぱいぶら下がってたっていう。登るのはしんどいですけど、周りの木々を見てると、そうです気持ちがいいですね。ちょっとしんどさも忘れますね。そしてさらに10分ほど歩くと高取神社の境内に到着です。もうそこから高取神社になりますね。ここにですね、高取神社神域と看板が出てます。この鳥居から先が高取神社の境内になります。へー、さあこれを登ります。おー
おいよいよ来たかという感じしますでしょ結構な量の階段です ねでもいいですよね、もうあまり先のことを考えないことですねただ登り切れば簡単する世界が待ってますので、さあ、はい、たどり着きました、はい、こちらがですね、はい、高取神社の御本殿になります。あ、すごい立派なお社が建ってるんですね。立派でしょ、最初に言いましたけども、こちらにお祭りされている御祭神は竹三日月の御事、それから東洋慶姫の御事ですね。でこの最初起源ということで言いますとね、神宮皇后が三寒出兵ということで朝鮮の白木なんかと戦争の形で出兵されたというような話がありますね。その際ここに寄られて、ここで竹三日月の御事をお祭りされたと、それがこの神社の出発点だと。だから言われとしてはもう1800年近いぐらいの言われがあるんですね。そんないいですか。でその後ここで、東洋慶姫の御事がお祭りされたのは奈良時代に行基上人ですね。行基上人がここ兵庫の港をね開いた時に、港の開墾なんかがうまくいくようにということで、ここで東洋慶姫の御事をお祭りされた。そして高取神社の境内から見える神戸の絶景が、こちらをご覧ください。うわすごい、すごいでしょ、はい、遮るものが何もないですね。全くないですね。神戸の街もほぼ全景を一望することができます。いや晴れた日には神戸空港はもちろん、大阪湾や大阪ベイエリアも一望できます。すぐ横に須磨の山が見えますしね、淡路島もこちら見えてます、はい、本当だいかにその神戸っていうのはこの六甲山系の山々と海との距離が近いかな、分かりますね。そしてね、ここから見える景色の中にちょっと思いがけないことがありましてね、実はこの高取山はですね、石炭の採掘地でもあったんです。この山ですか。この山がです。この海辺にですね、幕末に徳川幕府の軍艦奉行だった勝海舟がですね、はい、まあいろいろ運動しまくって海軍操練所を作りましたね。それができたのが、まあ1864年ぐらいだったと思います。海軍の士官を育てるという目的の施設ですけども、幕府がお金も出してくれないんで、お金繰りに、まあ、勝海舟が困ってた時に、この辺りで石炭が発掘されるんですよ。それに勝海舟が目をつけましてね、この石炭を掘り出して、我々の軍資金にしようと、発掘がかなり始まるんです。その後1年足らずで海軍操練所が閉鎖された後、高取山付近での石炭採掘は明治20年頃まで細々と続けられました。そしてね、はい、ちょっとこれを見ていただけますか。何ですか。高取山筋登山連合会創立50周年記念登山表。登山表、平成26年8月吉日、はい、まあ、ほぼ10年前の段階で最高回数28,201回登った方佐野忠夫さんすごい、2万、28,201回登ると思ったら52、3年はかかりますよ。想像できないすごいね。50何年間毎日登り続けるってことですね。毎日登ってもね。いやではでは、はい、この上にですね、まだお社があるんです。まだあるんです。金高神社といいましてですね、はい、奥の宮になってます。こちらも絶景ですけど、はい、まあ、そこはね、またね、神社ならではの絶景という感覚で見れる風景。また違うんですか。奥の宮の金高神社は本殿からさらに高い場所にあります。ここからが奥の宮、いいでしょう、なんかね、いいですね綺麗な鳥居。もうあそこまで行きますともうすごい世界です。行きましょう、はい、ちょっとまずお参りしておきましょうか、はい、そして、はい、振り返って振り返って
うわ素晴らしいですよ。これはすごい。この鳥居階段ね、これを、これを手前に入れながらのこの眺望が本当ですね。見え方が違いますね。違いますね。やっぱりここに神社があって、その神社の境内から見てるという、なんかとても面白い、なんか地場性がありますよね。へえ、来たかいがあったなと思いますね。これ疲れ吹き飛びますわ。そうそう、金高神社からさらに100メートルほど登ると山頂を表す石碑もあるので、そちらもぜひ。正直、体は疲れてるんですけど、はい、なんかすがすがしい気持ちです、それもやっぱりこの景色なんでしょうね。はい、いつ来てもこの眺望の素晴らしさに圧倒されますけども、この眺望ですから当然のことながら初日の出も見れます。そういう今ならではの楽しみ方もあるかもしれませんね。いいですね、神戸の街を一望できる高取神社、一年の始まりを境内で迎えてみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット。